中のアノマロカリスというライゾイです。で、僕がここにいつも収めてるのが、意外とドリンクだと思う、ドリンクオルダーなんですけど、僕はここにブクブクのホースとエアレーションです。これがブクブクです。で、ブクブクもですね、このまま持ち歩くと重いので、ここには必ず単位置を入れるんですが、単位置のスペースなんですけども、このスペースを一応スペーサーで持って単3で軽めにしてます。だから連れて1回の調光で、そうですね、持つ時間っていうのはそうですね、1回の調光ぐらいで、次はちょっと厳しいんですけど、でも釣り場での簡易的なエアレーションなんで、普通でしたらみんな水の入れ替えで済む場合が多いので、ここまではまあおすすめというか、やる人の判断でお任せいたします。そして、それを入れるための簡易ライベルをここに、ビニール袋です。だいたい最大80くらいを、まあ、みたいな感じで、こういうライブ、ライブエルの、まあ、簡易的なビニール袋に海水を入れて使っています。で、入れた海水に魚を入れて、さっきのエアレーションをかけるとしばらくは大丈夫かな。で、最後にこのライブエルをひょいっと持ち上げるのに、これがあってもいいんじゃないかなって僕は持ち歩いてるんですけど、意外と丈夫なんで、これで背負えるんですよね。で、これでこう背負って、自分の車までわすわす。なんでそこまで生かしてこだわるかっていうと、意外と産地直送するのにこだわってたりもするのと、あと元々バサーでしたんで、ライブフィッシュっていうのに結構こだわるところがありますから、できるだけ生かして、持って帰って食べたい。もちろんあの生け締めでね、神経締めして持って帰れば、しっかりクーラーボックスに、氷を入れてね、ちゃんとそういうやり方もありますので、選択するのはその人それぞれだと思います。次は生け締めで持って帰れる方法もいつか紹介したいなと思っています。今回は、ライブエルに生かしたまま持って帰るにはっていう感じで、こんな感じで、ライジャケには詰め込みます。あとここから出てきたのが、僕が持ち歩いてるのはお守りとこれは塩と、もう各地行ったところのお守り札ですね。これを携帯しながら、調光してます。それと、まあ、順番もいろいろバラバラになってますけど、ここにちょっとした警笛の笛があります。これは緊急ですもん、本当に緊急ですもんね。こういう風な緊急を要するときに笛がここに取り付けてあります。これピースそこからもう撮影が入ってるのこれ釣って76釣った時、さすがにね、ライブフィッシュでは持ってかれなかったね。途中まで何とか生かして頑張って持っていこうと思ったんだけど、もう入んないでしょ。ベッドされるとサイズがちっちゃくなっちゃって、3センチぐらい縮むんで、はいはいはい、だからクリーンじゃない。Amen.